クイーンアリア国際空港はヨルダンの首都アンマンにある国際空港。空港の正式名称は1977年に飛行機墜落事故で死去したアリア王妃にちなんでクイーンアリア国際空港と名付けられた。略称はカイアアンマン国際空港とも呼ばれている。クイーンアリア国際空港は首都アンマンの南3 5トルに位置する国際空港であり、 アンマン市街地から30分以内の立地である。二つの旅客ターミナルと一つの貨物ターミナルがあり、ヨルダンのメイン空港の役割を果たしており、ロイヤルヨルダン航空がハブ空港として使用している。ヨーロッパの各主要都市からの平均所要時間は4時間で、20社以上の国際航空会社が就航している。アンマンの市街地近くにあるマルカ国際空港が増加する。 旅客機の発着数や地上施設などが限界に達したため、1983年に開港した。旅客ターミナル車寄せ都心から高速道路が通じており、シャトルバスが乗り入れている。2003年に毎日新聞のカメラマンゴミヒロキが戦地取材の記念品にとて荷物として持ち込んだクラスター爆弾の小爆弾の不発弾が空港内で爆発し、 空港警備隊員などが死傷するという事件が発生した。ゴミはヨルダン警察に逮捕、起訴され、実刑判決を受けたが、国王アブドゥッター2世による特赦で釈放され、日本に帰国した。帰国後、毎日新聞社を懲戒解雇された。ありがとうございます。